シャイニングスター童話劇第5話ヘンゼルとグレーテル。お母さんに叱られたナラは家を出ました。マージンはただついていきました。キャンディの家を発見したナラはむやみに入ってしまいました。ついでにジンもついていきました。キャンディの家の主人であるピーチはお客さんにおいしいお菓子をあげました。そしてジンに自分の国の王になってほしいと言いました。お菓子がおいしかったナラはよくなったとお礼にジンを与えてキャンディの家を立ちました。結局ジンはナラをついていけずキャンディを取る王になりました。おしまい。